どうも、島です、えー、今日はこれ「地面師たち、えー」この話をしていこうと思いますそれではやっていきましょう「地面師たち」えー、この作品は2024年7月25日から、えー、ネットフリックスネットフリックスで 配信がスタートした、えー、配信ドラマ、ネットフリックスドラマということで、全8話のシリーズだったかな。そ,うそれで、まあこれ見て、えー、ハマった、興奮したという人が多いと思うんだけれども、まあ僕もこれ楽しんで、えー、ね、最後まで、えー、見させてもらったわけなんだけれども、 まあ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 、まあ、あの泣、ー、き起こるねこうスリルな部分だとかスリリングな部分であるだとか、えー、キャラクター造形による、あのー、楽しさの部分だとかっていうそういうところはね、まあ、非常に楽しんで見ることはできたんだけれども僕はもう ちょっと作りがザルだなという印象がね、正直あったんで、あの、キャストの豪華さであるだとか、その演技内容だとか、あの、ね、それぞれのキャラクターのキャラクター,アークえーまあそこまで深掘りされてないのも多いけども、あの、そういったものが、 割と丁寧に作られてる感じはありながらもあのもう冒頭からねなんかこう大胆かつ繊細にみたいなことを言ってる割にざるなんだよねそうそこはねちょっとこう気になったっていうことと一点撮影面でもちょっと問題を感じたんでね正直言うと手放しで素晴らしいものだった とといいうこははちょっと僕にはできない、えー、で同時に、えー、これを見て何も考えずうわーっていう犯罪ドラマを楽しむという上においてはまあそこに漂う空気感であるだとかっていう部分であの非常に楽し,めて楽しんでねあの最後まで見ることはできるので、あのー、そうだよねこれが劇場映画で インスタント評価をするならばまあ、うん、上げらんないかなここまで上げらんないかなこんな感じかなっていうようなレベルのものじゃないかなってそんな風にね僕は思ったのでちょっと順番にね一個ずつ話していこうと思うんだけれども、えー、まずね僕の中で一番引っかかるまあもうあれですよ ど,どうしようかなどこから話そうかなまずこれね原作付きの、えー、原作小説がある、えー、作品で、えー、要するに原作小説のドラマ化ではあるんだけどその原作小説っていうのは2017年にあった積、えー、水ハウスの、えー、地面師詐欺事件ねこれで積水ハウスが55億、えー、やられたわけなんだけれども あの今回のこの事件は100億なわけだよね高輪の、えー、お,お寺に隣接した土地という扱いでねでまあ高輪の土地だとかなんだとかっていうのはそういうのはまあいいわけですよ、えー、なんだけれどもうんとそうだここからい,いこうかあのまず えと100億の、えー、取引をするという上であの土地所有者と、えー、面会の部分という部分がこの作品の中で一番大きな盛り上がりの部分だよね。それで、えー、買い取りを行う、えー、石を、えー、建設だっけハウスだっけ、まあうん、そこは。えー なんかそこの部分でゴタゴタするわけなんだけれども、あのー、仮にもね運営されてるお寺のお坊さんと、えー、お坊さんの顔を確認するというのはあのー、これ何でもないことだよねっていう部分でねなりすましが行えるか行えないかで言ったならば。 行えないよねっていう部分がまず、まず大前提としてあるわけですよ。例えばほら、檀家さんっていうのが出入りしてるわけでしょう。それで、ご住職が一人しかいない、そういうお寺で、えましてやそれが女性だとなったならば、誰だって檀家さん住職の顔を知ってるわけだよね。だから、あそこの前にいて、えね、檀家さんにね、声をかければ、 あのいくらでもあの住職の顔というのはそこを買いに来た人間だということを明かさなくても確認ができる。なんなら、えー、お寺のねところに行ってあのー、なんだお墓の相談であるだとかあのー、なんだ葬儀の。 相談だとかっていうのは適当なもう何かしらでっちゃけたっていくらだって、えー、住職さんとお話しするっていうことはこれはもう何でもないわけですよだからあのー、ね来ていただく前に確認するなんていうのはまあ簡単な話だよね。山本浩二君が、ねえー、こう書類を その人に突きつけるみたいなことあるけれどもそこの時点でもう裏は本来取れちゃうようなもんだよね先に住職者のさんの写真を用意しといて本人が来た時に見るあるいはほら身分証をもらった時に顔写真があるっていうところでもうそこの時点で実は確認できちゃうようなものなわけですよこれがねほら序盤とか他の部分にあるような、えー 一般の、えー、個人の人が所有している、えー、土地みたいな形である場合だったら、それはなりすまし、えー、この作品の中でね、行ったような方法で十分できることではあるんだけれどもあの、お坊さんというのは人前に出る仕事というふうに分類することも不可能じゃないんだよね。ましてや、一人しか住職がいないんだから。 ね、奈良の東大寺みたいにお坊さんが何人もいるようなところだったら、そりゃ分からんよ。そりゃ分からんけれども、あの、たった一人しか、あの、住職さんがいないお寺で、で、あの、お墓とかは運営されてて、檀家さんがいて、墓前にも来るって、そういうような、えー、お寺で、それが可能かといえば、 まあもういくらだって本人の確認は本人に来てもらわなくたってできるでしょうという、そういう話なんだよね。まあ、だからね、あの、綿密、綿密に、え計算して、え作り上げた物語のように見えるんだけれども、いや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 、それ、なんでそこが確認できないのっていうのを正直見てて。 思ったというのがまずあの一番大きい、ね、スポンジみたいに穴だらけだなって感じる、えー、部分だったりしたのとあとそこにおいてなりすましをする、えー、女性を捕まえるためにうん子供がね病気で手術代がっていうような感じの流れがあったと思うんだけれどもこれね日本では。 ありえないわけですよ子どもの手術代のために、えー、犯罪に、えー、加担するようなことを行う。まあドラマチックで昔から、えー、使われてきてることなんだけれども現代日本においてはこれってね成り立たないんですよ。あの手術費用が必要だってで、うん、今回450万だったかな 500, 500万渡すって言ってるんだから450万とかだったかな。 えっていう手術代がかかるというような話なんだけれどもあの日本はねあの皆保険というものに入っててえ国民皆保険ですよいわゆる健康保険というものに入っててなおかつなおかつねあの高額医療制度というのがあるわけですよ。でえまあ一応ここに出しておくけれども。 低所得の人なんかの場合だったらまあね、もうめちゃくちゃ小さい金額,金額なわけ。ここでいう絵と尾の部分とかね。で、えー、この人の場合、もしすると絵に、これの中でいうところの絵に該当する人であろうという感じがするんだけども、仮にもうちょっと収入が良かったとしても、うだよね。で、うだった場合であっても、えー 自己負担額が450万円に上るというものを計算してみると、ね、えー、総医療費が、えー、450万円の、えー、100倍にならないといけないわけで、そうすると4億5000万 <laughs> っていうことだよね。 450万円の100倍。だよね1。1%から収入を引いた、平均的な月収を引いた額が450万円以上にならないといけないんだから、そう、そういうことだよね。あの、そういう金額の手術には、まあ、手術を受けないと子供が亡くなってしまうという、 ケースであってもまあこれはなかなかないですよでましてや、えー、彼女は、えー、大変苦労した仕事をしてるわけだよねでああいう仕事をしていて月収が28万円以上になってるかというとそこは甚ははだ疑問なわけですよおそらく20万円以下の、えー 生活を送られてるんじゃないかという感じで考えた場合には、負担金はまあ、円になるから、5万5千円ぐらいなのここ出してないから、僕わかんないから、ね、ちょっとわかんないんだけれども。まあ、そういう金額なわけだよね。まあ、それなら、あの生活を送ってても、この人払えるでしょうというのが現実的なところでね。まあ、絶対にありえないっていうことはないのよ。高度先進医療っていう、 先進医療としては認められてはいないんだけれどもまあ存在する治療というものがないわけではないんでねそういうのを受ける場合には医療保険で高度先進医療の部分を手厚くしてないと受けられないなということはまあまあまあ,あるんだけれどもまあだとしてもっていうそういうお話なんですよ。なのでねそういうい部分を あの、根拠にして、あの、なんていうの、なりすましの人物を雇い入れるということは、これね、日本においては非常に無理があるわけですよ。アメリカだとか、そういう国であるならば、それは十分あり得る話なんだけれども、あの、この法律がある以上ね、制度がある以上、まあ日本では難しい。ちょっと考えにくいっていう。 ね、そういった部分がこうねしっかりあるんだよね。でじゃあこの作品って法律慣習をつけてなかったかって言ったらいやちゃんとついてるのよちゃんとついてるんだけどおそらく法律慣習で見てもらってるっていうのは土地売買に関する、あのー、部分でこういうやり取りをするんだけれども、えー、どういうやり取りをした方がいいのかみたいなそういうような部分の 監修をしてもらってるだけで、まさかね、なりすましになる人間の金銭的事情がこういうものがあるという部分に関して、何か彼,彼女を救済する制度が国にあるのかなんていう質問は、うまきっとしてないわけだよね。で、これね、じゃあ特別な制度なのかって言ったら、もう全然違うわけ。 あの普通にマイナ保険証で医療機関かかってる人だったならば受付の時にねこう言って顔認証なり暗証番号なり入れた時に進んでいった時にね高額医療制度を申請しますかみたいな。 利用しますかみたいなのが選択肢出てくんのよ。で、普通に医療機関かかる人はそこで選択しないでマイナ保険証を抜いてしまえばそれで済むっていうぐらい、い今、今の僕たちには当たり前に目にしてる部分なんだよね。それとか、 あの家族がねあの病院大病を患って医療機関に入ったなんて言った場合だったら今経験してるわけですよ見てるの高額医療制度こんなのがありますって病院からも言われるからねだからあのこれの監督名前なんつったっけ あのがね、多分それを知らないわけですよ家族で大病を患ったこともなければあるいは自分が大病を患ったこともなければマイナ保険証で病院を受診もしていないっていうあの、まあ、ただそれだけのことなわけですよおそらくあの人は、えー、紙の保険証かなんかで病院行ってんじゃないのそうそういう世界なんだよね何しろこの中の女性の子供すでに入院してるからさ ね、で入院しておそらく何らかの治療をこう行ってるっていう部分を想定すると必ず高額、えー、医療制度の説明は受けてるわけだから負担金がその程度で受診できるというのを知ってるはずなんだよね。うん、知ってるはずなんだよねなんだけどそこでそれを釣ろ,ろうとするという段階でうんちょっと調べないとダメだよねっていう裏を取るっていうのはそういう ことな,んで、ね、そうなのであのまあざるなわけですよ。ね、でキャラクター枠ー基本的にはしっかりしてるんだけれどもオロチっていうキャラクターはあまりにもバカすぎるんであの手下の手下にしてもそんなやつがいるのかっていうところでリアリティが感じられないだとかっていうようなところがねまあ結構随所に。 あるわけだからそれは原作の問題なのか、えー、脚本化する部分での問題なのかっていうのはちょっとわからないんだけれども、えー、キャラクターを描いていく上で見せ方だのなんだのっていうのは、ね、キャストさんの演技の素晴らしさもあって、えー、違和感なくそこでは夢中になっていけるんだけれども全体を俯瞰してみた時に「あのー、うん?」っていうような部分が正直多い作品だったなっていうのが。 非常に強い印象として残ってて残っ、まあ、もう一つ撮影の話は、まあ、僕がねこう撮影をする人間だから、えー、口にしなきゃならない部分かなという,うに思っててところがねこれちょっとウィキペディアで見てみたらねあの撮影に2人名前が入ってて片方はねちょっとねもしかすると僕の 同期の友達かもしれないっていうい、映画学校のね、同期の友達かもしれないっていう気がしてね、お同じ名前なんだよね、同じ字書くんだよだ。だけど、撮影、あれ、あいつ撮影だったっけかなっていう疑問が浮かびつつ、えー、僕自身もねあの、映画学校は演出脚本コースだったわけなんだけれども、そもそも映画学校入る前からずっともう、 ね、物心つく頃から撮影っていうのはしてたんで、あの、映画学校入るときに撮影に入ろうという気もなかったんで、演出脚本入ったんだけれども、それでも結局今僕はあの演出脚本であるという部分に関して関わってるのって、この YouTube の動画ぐらいでさ、基本的には撮影の人間だから、あのー、ね、そういうこと言うと、ね、その撮影に入ってる彼、僕の、 知ってる友達だったとしたならば、僕は、彼は撮影ではなかったとは、当時ね、学生時代、撮影の人間ではなかったような気もするんだけど、あれ撮影だったっけかな、みたいな、部分とかがあって、まあでも僕と同じか、みたいに考えると、あり得る話なんで、ちょっとね、やたらなことを言いたくないんだけれども、あの、フリッカーが出てるんですよ。第5話だったかな。 えー、豊悦演じるハリソンと綾野剛を演じる何、えー、だっけ匠くんね彼がこう、えー、飲み交わしながら話してるところで「えー、豊悦のカットがね重いクソフリカ出てんだよね <laughs> こんなのさあの素人の結婚式の撮影じゃないんだから」っていうのがまあ正直ねあの 僕の思うところなわけですよ。こんなのシャッタースピード調整すれば、フリッカーなんかどうにでもできるし、そもそもそんなフリッカーが出るような照明使うなよっていう、そういう、そういう話なわけだよね。あの、で、それってさ、こう撮影現場でモニター見てればわかるわけだよね。出るわけですよ。あの、モニターに出してんだから。おそらく今時モニターに出してない現場って、 ないと思うんだよね。フリッカーがすごい目立つんだよね。あの、よくこれまた OK 出したなっていうのから、びっくりするぐらいフリッカーが目立つ。ね、あのー、こんなのね、普通に考えて撮影する人間も NG にするし、あのー、監督だって何これどうにかしてって。 再撮っていう、そういう話になるわけじゃない。だけど、ここでやっぱりね、日本のや,やっぱり良くないところがあって、OK 出しちゃった後って、あの、再撮影って言い出しにくいんだよね。まし,ましてや、えー、相手が豊越っていうことになってくると、まあまあビビりがあるんじゃないかなっていう気はするんだけど、ダメなもんはダメだから。ね。だからね、うん、そこをね、やっぱり、 野放しにしちゃうっていうのはどうなのかなっていうのがまあ正直な僕の僕のねえ印象感想ですよはい一辺止めましたえそれでねまあ引っかかったのはまあそのぐらいでそこまでを長々と話してちょっとネタバレっぽい部分っていうのも書いてしまったんだけどもまあ物語全体の核心についてはネタバレしてないからまあ問題ないんじゃないかなとは思うんだけども まあ、そういうざるはあれどね、まあ、やっぱり演じてる役者さん、それと、えー、キャラクターの見せ方みたいなところで言ったならば、えー、大変魅力的なものになってるわけですよ。ね。で、僕はね、まあ今回、ね、もう池田エライザですよ。大好き僕は彼女。もう大好き。彼女可愛いしね。で、今回、えー、かっこいいでしょ ね、ちょっとクールな感じのさそれでいて刑事ドラマ好きっていうちょっとオタッキーな感じがあってでそこに傾倒しててっていうねそういった雰囲気まで含めて彼女の作り上げた、えー、倉持っていう刑事、えー、これはねすげえ魅力的ではあるんだけれどもむ、まあ、無茶もするしね。あのーね もうちょっと出てもいいんじゃねぐらいな感じもしたんだけどそれはもうあくまで僕がねもう池田エライザー大好きだっていうのがあるからもっと彼女を見せてよみたいなところで思うだけだとは思うんだけれどもあと小池栄好きなわけですよ。ねまあケレミたっぷりの役ではあるんだけれどもそれはねハリソンも指摘はするわけだよ劇中の中で。 言、えー、うことがまあ浅いんでね殺すぞとか殺してみろとかねあの辺はちょっとねどうかなとは思うんだけれどもまあか彼女もね年を重ねて脂が乗ってきてねこういう役でね悪そうな顔を見せてくれるよね。 あの彼女大好きなんだけれども特に彼女の声とかねたまらなく好きでねあの声で叱られたいぐらいまではあるんだけれどもまあ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 ねそう,そういったところも魅力的だったりねでやっぱりまあなんと言ってもあのハリソンでしょねあの豊越ですよ豊川悦次ねえ彼のねもう 深い魅力というかね、ああいう役をやる感じにはなったよね。昔はもうちょっとこう、チャラい浅はかな感じの役とかも多かったけれども。まあこういうね犯、犯罪者、ね、冷静で冷酷で落ち着いた感じっていうね。これはまあ今回のキャストの中ではもう何と言っても彼以外ありえないというような、独特な雰囲気。 ねこれじゃあこの作品に出ていない他の役者さんであの役をって言った時に適当な人を浮かぶかって言ったらね出てこないもんね。どこかひょうひょうとした感じっていう部分があのハリソンという魅力を作り出してるんだけどもそこの二面性だよねガッと変わったところの恐ろしさねここはねあの なかなかあの部分だなっていうさすがだなっていうところだよね。そして綾野剛ねあの今年僕が見た彼の出演した作品で言えばまあカラオケあそこではまあねなんかしっかりしてるようなチャラいような微妙な感じのえヤクザモンをやってたわけだけれどもまあ今回はもうやっぱり、えー ハリソンに並ぶような冷静さで静かで物静かで落ち着いててっていうもうそこのねもう役者としての幅だよね綾野剛すごいなってやっぱり思うわけで振り返ればこう警察のまあ戦闘要員みたいな感じの役をやってたりとかっていうこともあればえなんだっけ「ジ人」か「ン人」「ジ人」。 アジンでは、アジン、なんかすげえキャラクターがやってたでしょ、アジンをさ。ねああいうのもやったりとかって、もうそこの幅の、えー、豊かさにはね、まあやっぱり綾野剛って、いやあの、 役者として魅力的な部分に到達してるよねっていうね。まあ、彼ももう、ね、若い時からから,かからね、数えたら、うん、かなりやってきてる人だからさ。だからそういうところがね、まあ、あの引き出しが増えてあの、素晴らしい役者になったんだろうなって。それをね、やっぱりまあ今回も感じたよね。 で、まあ他にもね、まあたくさん魅力的なキャストっていうのはいっぱいいて、えー、それらがもう抜かりなくピチッ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 と決めてるわけですよ。それがこの作品の魅力を輝かせてる。ね、多少大穴が開いてたり、そこをちゃんと調べとけよみたいなことがあったりって、そういうことはあるにしても、あのー、十分なね、あのー、こう観客の心を掴んで話さないケレミっていうものは、 今結構ね強くあったりするんであの強くおすすめをするかって言われたら、うん、強くは進めないやっぱりそういう穴が僕は気になっちゃうからね他にも穴あるんだよねもう終盤のクライマックスだとかさあのネタバレになっちゃうからそこはもう触れないことにしたんだけれどもあのー 穴はあるんだよねだけどそれをもってしてもそれ以外の部分は面白いから進められるるよようななものにはまあなってるわけですよだから何か面白いのないって言われた時にうんそうだね地面師たちは結構楽しめるよということは言えるんだけれどもあの。 まあ傑作とは呼べないかな。こういう部分があるからっていうところがね、どうしてもついて回っちゃう。そこがね、ちょっと残念なところでね、あのー、もうちょっとね、踏み込んでほしいかなっていう、そういう感じかな。はい。まあね、撮影の名前は出さなかったんだけれども、本当でもね、2番目に書いてあったからね、多分メインの撮影じゃないとは思うんだよな。だから、彼がやったかどうかはわからない。 ね、メインじゃないからこそ彼がやったという可能性もあるしそもそもそれが僕の友達であるということはないからねただまあ同姓同名で同じ字も使っててというところなんでまあちょっとそこの撮影ねもしも、えー、僕の知ってる、えー、君であるならば、えー、そこはちょっと考えてくださいはい、えー、見れば分かることなんで、はいえー、今回はこの辺で終わりにしようと思います チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。